ですね、10月1日日曜日でございます。もう10月になりましたね。早いですね。でも今日は暖かいんですよね。この調子なら11月も乗れんじゃないかっていう感じなんですけど、まあそんな甘くはないですよね。ということでですね、ここは国道36号線です。苫小牧市ですね。これはだるま屋さんです。ということでですね、今日はどこに行くかというと、苫小牧市の隣の白老に行こうかと思ってます。白老がですね、何しに行くかというと、マザーズっていう街があるんですよね。そこにシュークリームを買いに行きたいと思います。来月になったらこれを2年延期に出すんですよね。早いね、もう2年経つよ、これ買って。今月の末にチームとしてのツーリングが今年最後になりますね。一応29日の予定なんだけど、それが天気悪かったらアウトなので、天気良くてですね、できれば気温も高ければいいですね。曲がったらゴールです。この白い建物ですね。あっという間に着きますよ。混んでるな、さすがに。来ました、到着です。ここがですね、白老牛の店なんですけど、ステーキ屋なのかな、入ったことないから分かんないけど、ここです、マザーズ。それでは買いに行きますか。
ットを変えるだけです。本当のプチ通ですね。クッキーシューを3つ買ったんですけどね、1個ね300円くらいだったかな。めっちゃうまいんですよね。気持ちいいぜ。そうだよね、この道。近場にこういう道があるといいよね。道は広くて一直線だしさ、見晴らしいいし。はい、それではですね、今日はこんな感じで終わろうかと思います。次回もですね、また見てくれたら嬉しいです。それではどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。